さん、奈良の市役所前ですね。そう、ほら前にね、そう、僕動画あげましたけど、奈良市役所西交差点の表示が奈良シティホール W。 なんのこっちゃあれ。いや、その前にね、その外国から来る方にね、配慮しすぎてないですかみたいな感じでね、こう交差点のあの表記のことなんかをちょっと話した動画を上げたんですけど、まあね、まあこの配慮する分に関しては全然ね、いい悪いことではないと思うんですけど、その方向性が間違ってるなっていうふうにちょっと感じてたっていうのがまず1点あるのと、あとね、あの僕最近すっごい気になることがもう一個あって、あのお辞儀、お辞儀の仕方って、通常ね、こう、まあ、今バイク乗ってるんでできないですけど、あのまあ前にね、手を軽くこう膝とか、まあ、股間じゃないな、まあ、膝、あ、まあ、正面で軽く手の甲と甲とかね、こう軽くこう重なるような感じで、斜め45度、ぐらいを目安に、お辞儀をすると。で、さらに深い場合は、まあ、さらに傾けていくと、まあ、30度、45度みたいな形でね、で、視線とともに、下ろしていくと。体をね、いうのが、本来だったらかな、我々がね、昔から、教わってきたというか、そうするように言われてきたお辞儀だと思うんですよ。ところが、なんか最近ね、こう、おへそのあたりにね、手を添えて、これを、肘がこう出っ張るような感じ、で、あまりこう視線をね、添えずにっていうか、まあ、視線は相手の顔というか方向を見ながらね、軽くこう腰をかがめるような感じにするような、変なお辞儀ね。変なオチ。日本的ではないと思われるようなお辞儀。最近よく目にするんですよね。まあ、テレビのコマーシャルでも見ますし、まあ、パンフレットとかね、そういったものでも、目にすることがちょこちょこ出てきてるんですよ。でもちょっと僕もね、詳しくは知らないんですけど、韓国式、まあ、朝鮮式というんですかね、朝鮮半島の方でね、よくやられるような、コンスと呼ばれるようなね、お辞儀の仕方、のように見えるんですよ。そうかどうかは知りません。よくこうね、中国の方なんかはこうね、手をこう、袖の中に入れてね、こう、クッとこう、されるような、まあ、秦のね、時代のね、作法に近いような、ことを、まあ、見受けたりとかね、そういうこともあるんですけど、嫌いなんですよ。日本語で言うとね、肩肘張って、って、あれ、肩と肘張ってません肩肘張ってますよね、あれ。なんか肩肘を張ってる状態って、正直なところ、なんていうのかな、丁寧にね、見えない。見えてる方もいるかもしれないんでね、そこはもう価値観の問題なんですけど、僕は台がつくほど嫌い。あんなものはお辞儀ではないと思う。まあ別にそれをね、
される方にどうこう言うつもりもないです。そういうふうに、まあ、例えばね、組織の決まりでそうしなさいということであれば、まあ、それに従わないといけないんだと思いますけど、その意味とかね、きちっとしたこう外から見た見え方とかね、まあ、逆にね、そういったものをね、ちょっとおかしい、ちょっと違和感があるような感じ方をする人がね、いるんだよというところをね、ちょっと見ていただきたいなというふうに思います。あ、やっぱりこれ鹿のオブジェあるな。よいしょ、鹿のオブジェあるわ。よいしょ、ちょっと写真撮る。よいしょ、緑友会。うん、あ、やっぱり一時的なもんだな。仮置きみたいな感じだ、鹿のオブジェね。あ、これ電気光るんや。うん、いいな。よし、写真撮っとこう。よいしょ。ね、こう、あんまり気分ね、良くない話をした後の癒しの鹿。ちょうどこれ電柱の、ところで影になってますね。よいしょ。まあいいや。綺麗に、綺麗に影立てんな。それはそれでちょっと嫌かな。さあ、まあ、お辞儀もいろいろ、ね、人の感じ方もいろいろ。まあね、そんなこと言ったところで始まりませんので、まあね、自分の嫌な思いとか、ね、あまりいい気分にならないとことはそっと黙っておきましょうか。よいしょ、行こうかな。よいしょ。